世話になっております、マサルです。今回は公開鍵暗号方式について一緒に勉強していきましょう。今回学ぶ内容です。最初に公開鍵暗号方式とはどんな方式なのかを学びます。その後に管理する鍵の数、公開鍵暗号方式の問題点まで学んで、最後に少しだけ共通鍵暗号方式との比較をしてみたいと思います。それでは始めていきましょう。公開鍵暗号方式の一例を説明します。まず受信者が鍵ペアを作成するところからスタートです。鍵ペアというのは秘密鍵と公開鍵の一対の鍵の情報のことを言います。鍵ペアの考え方とても大切なので、少し話が脱線しますが鍵ペアについて話をします。鍵ペアとして作った公開鍵と秘密鍵の関係はこのようになっています。公開鍵を使って暗号化をすれば、秘密鍵を使って複合をすることができます。その反対に秘密鍵を使って暗号化をすることもできます。秘密鍵で暗号化すれば公開鍵で複合できる、このような仕組みになっています。公開鍵と秘密鍵の鍵ペアであれば暗号化と複合どちらでもできるというのが、後から勉強する内容に関わってくるので、しっかり頭の片隅に覚えておいてください。では話を戻して、公開鍵暗号方式の流れを見ていきましょう。受信者は秘密鍵と公開鍵の鍵ペアを作成したところからスタートです。受信者は自分にデータを送りたい送信者に対して公開鍵を配布します。公開鍵を手に入れた送信者は、公開鍵を使ってデータを暗号化して受信者に暗号文でデータを送ります。受信者は秘密鍵を使ってデータを複合してデータを取り出すことによって暗号通信をすることができています。ちなみに公開鍵というのは、悪意のある第三者が手に入れたとしても問題ありません。公開鍵を悪意のある第三者が手に入れたとしても暗号文を複合することはできませんからね。公開鍵はその名前の通り、公開しても良い情報のことを言います。秘密にする必要がないので、インターネットを使って相手に送ることができます。インターネットを使って送ることができるということは、公開鍵暗号方式は共通鍵暗号方式で問題になっていた鍵の配送問題を解決することができているということになります。ただ注意しなくてはいけないのは、受信者は秘密鍵の漏洩をしないように厳重に秘密鍵を管理する必要があります。秘密鍵が漏洩してしまうと、その秘密鍵を手に入れた第三者が暗号通信のデータを複合できてしまいますからね。秘密鍵は厳重に管理するようにしましょう。次は管理する鍵の数について勉強します。公開鍵暗号方式は管理する鍵の数が少なく済みます。管理すべき鍵の数は 2N で求めることができます。例えば A さん、B さん、C さんの3人が公開鍵暗号方式で通信する場合の鍵の数は 2×3 で6個です。以前勉強した共通鍵暗号方式は、通信する相手ごとに共通鍵を用意する必要がありましたが、公開鍵暗号方式は秘密鍵と公開鍵のペアさえあれば、通信する相手が増えても鍵数自体は変わりません。このように公開鍵暗号方式は共通鍵暗号方式と比べて管理する鍵の数が少なく済むというのがとても大きい特徴なので、しっかり覚えておきましょう。次は公開鍵暗号方式の問題点についてです。公開鍵暗号方式は2つの問題があります。1つは公開鍵の認証問題です。公開鍵暗号方式は公開鍵を自由に配布をすることができるので、共通鍵で勉強した鍵の配送問題を解決することができているんですが、その公開鍵が本当に通信したい相手の公開鍵なのかを確認する必要があります。この図のように、手に入れた公開鍵が成りすましされた公開鍵である可能性があるからです。この公開鍵が A さんの公開鍵であると思って暗号通信をした場合、 A さんに成りすました人によって情報を複合されて情報が盗まれてしまう可能性があります。なので公開鍵暗号方式を利用するときには、その公開鍵の正当性を確認しないと安心して利用することができません。このように、手に入れた公開鍵が本当に通信したい相手の公開鍵なのかを調べる必要があることを公開鍵の認証問題と言います。まず公開鍵暗号方式は公開鍵の認証問題が存在するというところを覚えておきましょう。もう一つの公開鍵暗号方式の問題点は処理が遅くなることです。共通鍵暗号方式は同じ鍵を使って暗号化と複合するので、
シンプルに処理をすることができました。シンプルに処理ができればその分処理速度が速くなります。一方、公開鍵暗号方式は暗号化と複合に別の鍵の情報を使います。共通鍵暗号方式に比べると処理は複雑であり、処理速度が遅くなってしまいます。処理が遅くなりすぎると通信に時間がかかりすぎてユーザーの利便性が下がってしまう可能性があります。公開鍵暗号方式は処理が遅くなってしまう問題があるというところも覚えておきましょう。最後に共通鍵暗号方式と公開鍵暗号方式の比較をしてみたいと思います。共通鍵暗号方式の場合は暗号化と複合に同じ鍵を使います。通信する相手ごとに鍵を用意する必要があります。そして計算量が少ないので処理が早くなります。しかし共通鍵を安全に相手に渡す必要があるという鍵の配送問題が存在します。公開鍵暗号方式は暗号化と複合に鍵ペアを使います。公開鍵は公開しても良い情報で誰が使っても良い情報です。なので共通鍵暗号方式と比べて鍵数が増えにくいという特徴があります。ただ暗号化と複合に別々の鍵を使うので計算量が多くなってしまい処理が遅くなる傾向があります。さらに公開する公開鍵の正当性を保証する仕組みを作る必要があります。そのような問題を公開鍵の認証問題と言います。ここでお話ししたように共通鍵暗号方式と公開鍵暗号方式の違いについてもしっかり覚えておきましょう。今回も動画ご覧いただきありがとうございました。最後におまけ動画を用意しています。最後まで動画ご覧いただけると嬉しいです。私はネットワークの基礎を楽しく学べるオンラインコミュニティとツイッターを使った情報発信もしています。概要欄からぜひチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあ公開鍵暗号方式もらえますか。はい、公開鍵暗号方式いただきました。はい、今日も学んで登録テキスペ情報支援士公開鍵の良いところ鍵管理少ない鍵配送公開鍵管理人間鍵配送簡単公開鍵の良いところ鍵管理少ない鍵配送公開鍵管理人間鍵配送簡単公開鍵の認証問題。この間の人なんだけどさ、公開鍵教えてくれって言ってたいからさ、嘘の公開鍵渡しちゃった。うん、大丈夫っしょ、多分気がつかない。公開鍵は共通鍵暗号式と比べて良いことばかりのように思いますが、複雑な処理を行うためどうしても処理速度は共通鍵暗号方式に比べて劣ります。さらに手に入れた公開鍵の正当性を保証しなくてはいけないという公開鍵の認証問題も存在するので、その辺りもしっかり覚えておきましょうね。